九州大学の広川です。よろしくお願いします。今日は統計データ、世の中には、データ数字データとわんさかあります。数字が全てだと、という商売の人たちはこうよくおっしゃいますけども、数値が信用できなくなったら世の中回らないと、これ昨年、話題になりました、厚生省がまとめている、各、公共団体等の、障害者、雇用の、人数のデータです。これが実際のデータです。で、後になって、このデータに、改ざんがある、あるいは、正しい数字でないということが、いくつか明らかになって、調査委員会が作られて、再調査行われて、各省庁、あるいは教育委員会、県等で、修正した数値が公表されました。で、今日お話しする研究というのは、公表される前に一番最初に出たこのデータを見てどこが怪しいのかというのが分からないかと、それを、推定する技術の紹介です。黙って数値を出すとピタリと当たる。出ないはいいんですけども、ピタリじゃなくてから、まあ怪しい上位2位3位とかそこあたりまでについてはあと7割より8割ぐらいで、当たるとという、評価実験も進んでいます。技術的には、統計データの分布について、これ1960年か70年かなり古い研究がありまして、普通の自然な数値データについては、その分布を見たら、ベンフォードの分布になっているというのが知られています。この分布からずれているデータだったらなんかちょっと怪しいねと、そういうことは知られていました。だからその点の研究している人たちは、このデータを見て、ちょっとだけ計算すると、怪しいということは分かります。それが従来の研究です。どっか怪しいっていうのが分かったとしても、じゃあどこが怪しいのかと、ここのところなのかこのところなのかっていうことは従来の研究では分からなかった。このベンフォードの分布を使うっていうことは私も以前から知ってましたから、まさか私がこんな研究をやるようになるとは思ってなかったんですけども、2017年に学会でこのベンフォードの分布を使った学会発表を聞きまして、それを聞いたときに、あ、これできると気がついたことがありました。で、その後になってからこういうデータが公表されて評価実験もできるという状況になったので、自分が考えたアイデアで実際に当たりか外れか点数つけてみた。たら当たってると、でも理屈もあるっていうのは後で分かってきました。統計データっていうのは、世の中の基盤です。私は性善説の人間なんですけれども、世の中だんだん人間は性悪説だと、悪いことやるもんだと、いう風潮が、多くなっているというのは嘆かしいんですけれども、その信頼、数値の信頼性を、確認する、あるいは怪しい部分を、チェックするというのが、従来非常に難しいと。倫理規定作ってから、監査を厳しくやってコストをかけてもなかなかうまくいかない。どうしてか、見つけるのが難しいからです。で、全体的に数値全体としてなんか怪しいよっていうのは分かります。それは知られています。で、ソフトなんかもあるようです。だけども、具体的に怪しいって分かった時にどこが怪しいのかというのは分からなかった。先行研究であるベンフォードの分布といったのは、実際の数値を自信数で考えてみて一番上の桁1から9まで
1が全体で何パーセント出てきているか、2が何パーセント出てきているか、その一番上の数字の分布が結構自然になっているというものです。それからずれていたら怪しいと。それは実心数で知られています。もう私はまあちょっと算数ができたので、自信数でなくてもよかろうもんと、三進数でも四進数でも五進数でも百進数でも一万進数でも、まあ、実際いろいろやってみましたら、せいぜい、まあ、16進数ぐらいまでチェックしたら、8進数で一番上の桁がどうなっているか、その分布を見てみる。三進数の分布で見てみる。この場合、実験は14通りで分布見たら、どこが怪しいか結構分かったと。アイデアはこれもう 4,5 年前考えていて、このデータが公表されたので、そのデータについて評価実験ありました。で、結構うまくいくということが分かりました。ベンフォードの分布というのは、これは、市区町村の人口の分布です。例えば13人の村、一番上の桁は1です。これは1265人の、町は、一番上の桁は1です。だから一番上の桁のが1であるというのが全体の3割あります。一番上の桁が2というのが 15%。 この折れ線グラフで書いているのが、このベンフォードの分布 D 番目 D という数字の出現の確率は、こういうふうになっていると。これ人口のデータについては実際にこのベンフォードの分布とほぼ同じになっています。だからこのデータについては、まあ、自然だねと、怪しいところはないねと、というのが分かります。で、これがちょっと飛び出たり引っ込んだりしてると、ちょっとこれ自然な分布じゃないねと、ちょっと違うんじゃないのと、と考えるわけです。さっきの図は実進数ですけども、三進数で、三進数は使う数字が、1か2か0ですから、一番上の桁は1か2です。4進数だったら一番上の桁は1か2か3です。16進数だったら、まあ、これちょっと計算関係ですけども、 9以上の数字というのは ABCEF で表します。これはある県の教育委員会の障害者雇用の人数245人です。一番最初に公表されたデータとしては245人っていう数字が怪しいかどうかと、というのを、三進数で言います。全体のデータをプロットしたのがこれです。この棒グラフです。で、この245人の何たら県教育委員会、一番上の桁が三進数で書いたらこういう数字になる。1000になる。一番上の桁が1です。で、これは、この、ベンフォードの分布よりもちょっとだけ上に上がってきてます。だからこれは怪しいと。四進数で表したらこれは3311という、表現になります。で、一番上の桁が3なんで、3のところはこれはほぼ一緒になってるんで、これ怪しくないと。というのを3進数、4進数、10進数、16進数全部で眺めます。そうすると怪しい、怪しくない、怪しい、怪しくない。全部で14通り、こう虫眼鏡ですね、評価のチェックシートが14通りあって、そのうちの9個で、この245っていう数字は怪しいと、ということになったんで、怪しさは14分の9だと。いや、それが本当に怪しいかどうか分かりません。でも分布のずれから見たらそれくらいずれているとということが分かります。で、各県、県警、教育委員会、省庁の雇用者数、379番目の組織ですね、 14.4、パートタイムの方なんかもあるんで少数点の人数になってます。この組織については3進数から16進数まで考えたらどれで見てもずれているとということなんで、これは怪しさはもう黒で、この14分の14っていうのが全部で7個ありました。7個あって、そのうち本当に修正があったもの、これは1個2個3個4個5個ですか、
というんで、計算機で計算して怪しさが14分の4というのがこれランキング1位、そのうちの7分の5のところが本当に、後になって、違う値を出してましたと、改定されたもので怪しいデータだったわけです。だから、ランキング1のものについては、7分の5これで 71.43% 71% の確率で間違ってたというのが推定できたわけです。ランキングの2番目のところ、これが7個ありまして、その次ここがあります。それが 78% というんで、この複数の観点で怪しさを測るということで、怪しいと推定して100点にはならないんですけれども、ランダムに選ぶよりは、圧倒的に高い確率で、怪しいというところが、推定できたわけです。従来は、与えられたデータ全体に対して分布からずれていたら怪しいねと、これは知られている研究です。もう数十年前からあります。でも10進数だけでなくて3進数4進数いろんなこう虫眼鏡でいろんな眼鏡を組み合わせて怪しいってことを調べることで、どの数値が怪しいかというのが、できるという技術です。文献あるいは特許等も調べている限りでは、全体の評価はあったとしても、具体的にどの数値がどれくらい怪しいかっていうところまでの、文献なんかは現時点では私は、見つけきれておりません。想定される用としてとしましては、統計データ、数値データ、数値のリストだったら、何でも適用できるはずです。特に具体的な用途を限定しますと、企業の、会計情報、お金でもいいですし、商品数でもいいですし、ちょっと違う観点で見ますと、別に、不正行為とか、改ざんでなくても、工場における装置の不具合とか、検査の、重さであるとか、反応速度とか、そういう数値でも自然な分布でなかったら、どの部分がおかしいというのが同じ技術でできると、思っています。この研究自体は、3年目ぐらいになるんですけども、実用化に向けた課題、正直言って困っていること、数学的な理論でどれくらい怪しいのを見つけるかというのは評価をやっています。で、障害者雇用のデータが公開されたんで、本当に怪しいところが見つかったと自信を持って言えるようになりました。ところが世の中の数値データでこれが間違ってました、ここを改ざんしましたというのは教えてもらえない、ここが怪しいというのも教えてもらえない。で、技術的には相当高い精度で推定できると自信は持っていますけれども、本当に怪しいかどうかっていう正解のデータがわからないので、評価でずっと困っています。もう一つは、この方法で怪しいと見つかったとしても怪しいんじゃないという場合があります。もともとのデータで偏りがある場合、これは実験データとしてから、日本の大学の、学部学科等の受験者数あるいは、応募者数のデータを分析しまして、偏りがある、学科とか学部なんか出ました。私も大学なんで、私の大学のところはこのデータでは、IC というのはなかったんですけども、いくつも見つけたんでちょっと多すぎると思ってから詳しく見ましたら、定員が30名前後の学科とかのところが、この方法で怪しいと出ちゃったわけです。それはちょっともともとデータが、偏っているのでそれはしょうがないと。だから、どんなデータについても、怪しいのが、見つかるというわけでは
ありません。そこはちょっともっと検討が必要だと思っています。で、企業様へ、どういうことを、研究者として期待しているかと、大学として期待しているかと言いますと、もう先ほど申しましたように、本当の答え、本当の答えは分からないことには、この技術の、採点ができない、答え合わせができないということなので、データ提供していただけると、実験することができます。どれが怪しかったかっていうのは別に教えていただかなくても結構です。ランキング付きで答えを返します。で、全体として何点だったっていうのを教えてもらえると十分です。その次が、この技術自体は数値のリストがあればできるというんで、何の情報もいらない。難しいのは、どう使うかっていうのが、私大学の先生で商売もしたいんですけども、商売よく分かんないんで、ビジネスモデルも、検討していただける、パートナーあるいは企業様があると、ありがたいと思っています。米国の仮出願は、進んでいます。技術自体が、言葉なんかに依存しない、これさえやれば、これさえ与えられたらこことか適用できる技術なので、別に日本でなくても、ユニバーサルに、適用できるビジネスも可能だと考えて、います。ご連絡は、中大の知財の方に、お願いいたします。今日また私も、あとロビーで、おりますので、こんなデータでやったらどうかとか、NDA 必要かもしれませんけれども、研究者としてはUSB でパッと数値データを渡してもらえると、もう瞬時に、瞬時に嘘です、ちょっと何日間かかったら、結果を、返せます、ちょっとしつこくなりますけれども、こうですね、これ。これを提供していただくだけで、検証できる技術です。どうぞよろしくお願いいたします。